ロシアのプーチン大統領は中国の習近平国家主席とオンラインで会談し習主席を来年春のロシア訪問に招待しましたプーチン大統領は30日会談の冒頭で習主席をモスクワに招待しました訪問については 両国の緊密な関係を世界に示すもので重要な政治イベントだと述べましたプーチン大統領はさらに軍事面での協力を強化していく考えも示し中国との関係強化に期待をかけた形です一方中国の国営中央テレビによりますと習主席は制裁と干渉は必ず失敗するとアメリカなどを念頭に批判しました その上でウクライナ情勢をめぐりロシアがこれまで外交での解決を拒まなかったことを称賛すると強調し対話の重要性を訴えたということになります。